今年1月1日の地震では多くの人が怖い思いをしたと思います。そして先月には太平洋側で大きな地震が立て続けに発生したこともあり、今防災に対する関心が高まっています。今回は会社や個人で日頃からできる地震対策についてです。災害があった時、心構えと備えができていれば命を守ることにつながります。今年1月1日の令和6年能登半島地震で県内では多くの人が怪我をしたほか、住宅も2万1000棟以上に被害が出ました。富山県周辺は日本海側でも活断層が集中している地域の一つで、県内には7つの主要活断層があります。これらを震源とする地震が発生すると甚大な被害をもたらす可能性があります。令和6年能登半島地震と同程度の震度6弱以上の地震が起きる確率です。富山市役所周辺や射水市、高岡市、砺波市、小矢部市あたりが高くなっていて、今後30年の確率は 6% 以上です。あの時あの地震は突然やってきました。災害は時に多くの命や財産を奪いますが、日頃から心構えをしておけば被害を小さくすることは可能です。富山市のゆうちょ銀行富山店で行われたシェイクアウト訓練です。シェイクアウト訓練とは、地震を想定して参加者が一斉に身を守るための動作をする訓練です。身を守るための動作とは、まず低く、頭を守り、動かないの3つです。この訓練に参加しようと思われたのはどうしてですか？はい、元日の能登半島地震を受けて、これがもし店舗の営業時間中にお客様がいらっしゃる状態で地震が起きた時、どうしたらいいかっていうのが率直に私も分からなかったですし、お店としての備えっていうのがどういう備えが取れるのかということが一部の社員しか知らなかったと思うので、教えていただく機会があったらなということで県に相談したところ、このような訓練があるということでご紹介をいただきました。県では8月30日から9月5日までの防災週間に合わせて、このシェイクアウト富山を行っています。さらにプラスワン訓練として、避難訓練や備蓄品の確認なども合わせて呼びかけていて、ゆうちょ銀行富山店でも避難訓練などを実施しました。日頃の、備えが大事なんだなっていうことを改めて実感しました。どこが崩れているか確認するっていうのも、はい、今日改めて大切なことなんだなと知りました。知らないことが多かったので、お客様の身を守るために何をしなきゃいけないのか考えておかないとなと思いました。県では2014年からこのシェイクアウト富山を行っています。去年はおよそ16万2000人が参加し、今年も去年と同じ程度の県民が参加しました。元日の能登半島地震を受けまして、県民の皆さんの防災に対する関心であったり意識、とても高まっているなと感じているところです。とてもありがたいことだと思っております。ぜひこの機会に、訓練もそうですけども、例えば備蓄の確認ですとか備えの拡充、そういったところも日々の防災対策として進めていただければありがたいなと思っております。県としましても、皆さんの防災対策勉強の機会であったり、備えの確認であったり支援させていただきたいと思っておりますので、ぜひご相談いただければと思います。まず日頃から店舗としてどういう備えをしているかということを社員が認識してくれたらいいなというふうに思いますし、私自身も日頃の備えが重要だなというふうに思いました。で、いざ災害が起こったときに具体的にどういう行動を取れるかというところまで今回
こう認識することができたので、もし万が一のことが営業時間中にあったとしても冷静に対応できるようになるのかなというふうに思います。あの地震があったとき皆さんはどんな行動をしましたか？振り返ってみてそれは正しい行動だったでしょうか？そして皆さんは万が一の時に備えて日頃からどんなことをしていますか？ NPO 法人富山県防災医師会の上田志保事務局長です。会では令和6年能登半島地震発生の際に氷見市の避難所などで支援ボランティアを行いました。1月1日の地震の時には上田さんたちはどういった活動をされてたんですか？体育館が避難所になっていますから、じゃあ体育館の生活ごみの後片付けにまず入ってほしいということで氷見市さんの方にお手伝いに入りました。災害ごみがものすごくたくさん出てきまして、瓦礫とか白物家電ですとかテレビとかそういった仕分け作業に従事をさせていただいています。それが大体この1月の状況でした。地震が発生した時被害を最小限にするためには直後の行動が重要です。地震発生直後にやってはいけないこととは何でしょうか？地震が起こってすぐまずコンロの火を消された方、大きな地震の場合にはコンロのところに向かうとその鍋やかんが降りかかってきて大やけどをしてしまう、これが非常に危ないということで、台所から出られるのであれば台所から出るというのが今の基本的な考え方になっています。それから今回の地震でも慌ててやっぱり外に飛び出した方も結構いらっしゃいました。車が通って跳ねられたり、あるいは上から屋根瓦が落ちてきたり、あるいはブロック塀が倒れたりと屋外も非常に危険な状況になり得ます。ですからいきなり慌てて飛び出すというのは推奨できる行動ではありません。地震が発生したとき慌てないためには、普段から自分が住んでいる場所の危険度を把握しておくことが大事です。自分が住んでいる地域の地震防災マップと津波ハザードマップを確認しましょう。ポイントってどんなところですか？はい、これは各自治体さんが地震の揺れやすさのマップというのをご用意されています。これは富山市さんの揺れやすさマップですけれども、富山市の場合には呉山断層帯が動いた時が一番揺れが厳しくなる。呉山断層が走っている両側近傍は震度7の可能性がありますよと。でこの周りについても濃いオレンジですから震度6強になりますよと。ですからご自分が住まいになっているところは何色になっているのか、最大どれくらいの震度が予想されているのかということを知っておくということは非常に重要だと思います。地震が起きた後に警戒すべきはまずは津波、ね、そうですね、はい、でこちらが津波ハザードマップで富山市さんがご用意されているマップになります。色つけてあるエリアの方々は逃げてくださいよという地域になります。ですからこの逃げる方向の矢印もちゃんとこの地図に示されていて、一番近い避難所をあらかじめ考えておく。でそこまでは車ではなくて徒歩を原則として逃げていただきたいというふうに思っています。県では今年4月に国や県各市町村のハザードマップなどを一つの地図に集約したシームレスデジタル防災マップの公開を始めました。避難所や気象情報など防災情報が分かりやすくなりました。家族がバラバラの時に起こっても家族の安否確認が取れるようにということは非常に重要な問題です。災害が起こった時に開設される171番があります。メッセージを録音してその録音したメッセージを聞くことができる、こういった災害伝言ダイヤルがあります。それとまた非常持ち差し品の準備をあらかじめしておいていただきたい。やはりその自分に必要なものを持っていっていただく、これが重要だと思っています。例えば赤ちゃんをお持ちのご家族でしたら赤ちゃんのようなものが必要ですし、お年寄りをお持ちのご家庭ではお年寄りの方に必要なものが非常持ち出しリュックの中に入っていく、こういうことが重要だと思っています。災害はいつ起きるか分かりません。1月1日のことを思い出し、今のうちに何ができるかを考え、万が一の時に備えましょう。自分の命を守れるのは自分自身です。防災対策について県職員が説明する出前県庁仕事談義を行っています。県の防災対策や日頃の備え、
今年4月から公開が始まったシームレスデジタル防災マップの使い方もお教えします。来週日曜日29日に黒部市をメイン会場に、入善町、朝日町で地震と津波を想定した富山県総合防災訓練が行われます。住民の避難訓練やドローンを使った孤立集落への物資輸送訓練などが行われます。自分が住んでいる場所の危険度などを音声で教えてくれる耳で聞くハザードマップがあります。気象情報やハザードマップ情報、最寄りの避難所へのルートなどを教えてくれます。スマホだと小さな字や地図が見えにくいという人にも便利です。アプリストアからユニボイスブラインドで検索してください。懐かしい風景、懐かしい人たち、あの日の富山をちょっと思い出してみませんか。こちらは1995年10月に行われた県総合防災訓練の様子です。この年の1月、阪神・淡路大震災が発生したことから、都市直下型の地震が発生したという想定で行われ、およそ6万人が参加した訓練だったようです。今年1月1日に起きた令和6年能登半島地震は、富山は地震が少ないと思っていた県民に大きな衝撃を与えました。あの日のことをもう一度思い出し、今のうちから備えておきましょう。番組をご覧の皆さんの中から好きな富山県産品を1点選べる富山カード35を1人にプレゼント。感想や県への質問を書いてご応募ください。県では家庭教育や子育てに関する情報をスマホに届けるサービスを行っています。 LINE の友達追加画面から ID を入力して検索し、お友達登録することで利用できます。ぜひ登録して活用してください。結婚を希望する独身の方を対象に、県では富山マリッジサポートセンターの会員を募集しています。20代までの方は入会登録料が無料です。詳しくはお問い合わせください。次回はご覧の内容でお送りします。この番組は KNB ウェブからもご覧になれます。